今花束の贈呈が行われます。皆さん応援ありがとうございました。そしていっぱい選手たちがどんどんと出てきました。いや、かっこよかったです。でもやっぱり人も多かったので、でもありがとうっていうのは伝えられたのでよかったかなと思います。全然胸張って帰ってきてほしかったんで、なんか皆さん結構笑顔だったので、嬉しかったです。午後7時半過ぎからの記者会見。森保監督が初めに口にしたのは、感謝の言葉でした。サポーターの皆さん、そして、国民の皆さんに、我々の活動、そしてワールドカップでの戦いに、応援、共闘していただきありがとうございました。日本から、熱い、共闘の、エールが、届いていたおかげで、我々は、そして選手は、心強く勇気を持って、世界に挑むことができました。今後の、日本のサッカーの強化として選手個々が、この能力を上げることが日本の、強化に一番つながる、というふうに思いますので、選手たちには、高い基準を持って、より高いレベルでプレーすること、そして、ワールドカップ基準という世界で勝つために何をすればいいかということを常に持ち続けて成長していってほしいということを、プラスチームの団結力、そして一体感、つながる力というのは日本の良さだと思うので、そこは個の強さで忘れないように持ち続けてほしいということは伝えました。結果が自分たちが目指すところにたどり着かなかったですが、結果が出てないのにこういうこと言うのもどうなのかなと思いますけど、本当に今までで一番短いワールドカップだったんですけど、一番楽しかったです。その上で、これからこう注目度が高まるので、みんなたくさん日本に帰ってくる選手が多いので、たくさんメディアに出て露出を増やして、またこのサッカー人気を加速させようということでみんなにもお願いしたので、メディアの皆さんもぜひ若い選手たちにオファーをどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。選手たちが新しい時代を見せてくれたというふうに思っています。しかしながらまだまだ、新しい時代の、入り口にしか、過ぎないというふうに思っています。これから我々が世界でより勝っていくためにも、国民の皆さんの後押し、そして共闘が我々の力となります。今後とも一緒に我々と戦っていき、世界の壁を乗り越えてみんなで喜べるようになっていければというふうに思います。これまでの応援、ありがとうございました。